しゅうちゃんの朝からエッセイ。おはようございます、こんにちは、 NBC 村山ひとしです。おはようございます、こんにちは、しゅうちゃんこと船橋秀一です。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供、ホテル事業まで手掛ける元気な会社九州教具グループの代表しゅうちゃんこと船橋秀一社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺います。今週も NBC 新社屋にやってまいりました。いらっしゃいませ。今回の朝からエッセイ、なんと放送111回目です。ゾロ目ですね。おめでとうございます。なんだか嬉しいですね、ゾロ目ってね。数字が揃ったりするのをラッキーナンバーって言ったりして、あの私も結構楽しんでますが、しゅうちゃんはどうですか？いや、僕はあんまりないですね。666は悪魔の数字ダミアンですね。あの車のナンバープレートのね、数字を1111とか揃えてる人いますよね。揃えてはいないんですけど、僕のあのナンバーっていうのは全部誰も知らない昔の飛行機の型式から取ってるんですよ。はあ、そうなんですか。はい、いくらかお金を出すと希望ナンバーに変えることができますけど、はい、それでお金を払ってそうしていらっしゃるということですか。そうなんです。へえ。はい、今の車のナンバーも実はイタリアの戦闘機の、はい、はい、レジアで RE2005E サジタリオって誰も知らないような来ました飛行機のマニアックな話が、まあ、そこから取ったりとか、その型式番号。はい、あ、そうなんですか。やたらこうね、数字とアルファベットが入り混じったのが並ぶんで、はい、あ、使いやすいかな、逆にと思って。飛行機の型式から誰も気づかないですよね、はい、それきっと気づかないでしょうね。でもあの考えてみたら、ほら、任意保険の登録をしたりするときに自分の車のナンバープレートを書かなきゃいけなかったり、はい、意外と皆さん覚えてないんですよね。そうですよね。でもしゅうちゃんだったら簡単に思い出しそうですね。思い出します。ええ、昔は気にしなかったんで、ええ、聞かれるたんびに見に行ってたんですよ。あ、だからこれやっぱり困るなと思って、ええ、その型式にしたと。なるほど。ええ、いや私もですね、考えてみたら車のナンバープレートはなんとか覚えてますけど、ええ、オートバイのナンバープレートを覚えてないです。あ、わかります。それわかります、ね、私もです。ああ、そうですか。はい、あ、オートバイは希望ナンバーがありませんか。はい、そうなんです。だからナンバープレート見て何だったっけなって、なりますね。いや、しかし車のナンバープレートをご自分のね、お好きな飛行機の型式のナンバーに揃えることで、なんだかこうナンバープレート見るたびに楽しい気持ちになれそうですね。そうですね。ただあの無機質な数字の羅列みたいに見えるけど、それが何か意味を持つと、なんか愛着湧くんですよね。日本の工場ってその機械に名前をつけてるところが多いんだそうですね。はいはい、でそれをやるのが日本だけだって聞いたんですけれども、なんか近いものを感じますね。あ、感じますね。あの国民性があって、さっきの飛行機の話ですけどね、ドイツは今も車も飛行機も全部型式ですよね。あ、本当だ。あ、ペットネームがないですね。ないですね。ところが日本もペットネームをつけるし、イギリスもつけるんですよ。スピットファイアとかですね。これ国民性がすごくあると思います。なるほど。ちなみにフランスも型番なんです。ほう。ロシアも型番ですね。面白くなってきましたけれどもあっという間にお別れの時間ということになりました。皆さんはラッキーナンバーって使ってますか？というわけで、それでは皆様、また来週。